クマキスの奥さん、うん、奥さん奥さんがアメリカ派なんですって。はい。セルティックは浦和に売りたい。はい。で、奥さん、ギアクマキスの奥さんはアメリカに行きたい。うん、なるほど。で、今こうなってるのが、お金に関して高いのは浦和。はい。だけど、アトランタってそのアメリカのチームの方は、そう、じゃあ、完全買取だけじゃなくて、そうやってまだ決まらないんであれば、うん、一旦うちに半年間レンタルみたいな形でもいいですよっていう、その、ちょっといろんな選択肢を出してるっていう。あと数日で、うん、ヨーロッパの冬のマーケット閉まるって閉まる。あらま。あらま。だから早くいろいろ決めてもらわなきゃいけないところはあるので、ねえ。セルティックも韓国の選手一人取っちゃったじゃないですか、センターフォワード。はい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 。だからギアクバキス残られても困るって困る、ね。ああ、そう余っちゃうけどね。そう。でも、決まんなければ結局は残さざるを得なくなるので。はい。ギアクバキス。いや、でもどっちかには決めるんでしょ？いや、ただ、残る可能、いわゆる、決まらない可能性もまだ全然ある。んな、そうですか。裏はこれで決まらないってなったら、ちょっと、でっかいミスになっちゃいますね、移籍市場としてね。そうならないことも。どの程度動いてんだろうかね。ねえ。なるほど。だから、誰もまだわからない状態らしいです。そうですね。気になりますね。そうですか、そうですか。